どうも皆さん、メガペナでございます。ということで今回やったゲームはこちら、8番出口ということで、おじさん通ったね今。なんか8番出口をね、目指すゲームだそうです。出口とりあえず8番あっちって書いてるけど、ちょっとおじさん気になるよね。携帯見てる。なんも映ってないけどおじさん。おじさん意外とイケメンだね。こっちは何だろう、めっちゃ無限に続いてる。左側通行 OK。 おじさんあそこで突っ立ってっけど、ちょっともうちょいこっち行ってみよう。なんかこれ果てしない気がする。果てしないな多分。ちょっと先進んでみよう。おご案内だって。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。ほう、異変を見つけたらすぐ引き返す。なるほどね。もうすでにね、おじさん、同じようなおじさんに3回会ってるけど、もう4回目だ。もうこれ異変なのかな。これもうすでに異変ですか。いやでもまだ決めつけるのは早い。もしかしたら4人兄弟なのかもしれない、まあ、それにしても顔似すぎだけどね。体格も一緒じゃん。あ、なんか番号変わった。出口1になってる。さっき0だったのに。とりあえず進めてるってことだなこれ。あ、おじさん5人目だね。5人兄弟だ。もう5ねえ、珍しいね。兄弟出会ってる人全部同じ兄弟っていう。あ、待って、0に変わった。これもしかして戻んないといけない、これ引き返さないとダメかなこれ。これ異変なのかな。でもちょっとわかんないな。こっちは、あ、でも、あ、1になってるね。おじさんだね。なんか身長高くなったおじさん。え、高い。え、でかいよ。え、でかいおじさん。おー、おじさんでかい。あれ、長男だな、多分。あれ、長男だ。おじさん兄弟の長男だね、あれ。え、0になってんだけど。え、今の異変？今の異変だったのかな？え？今の異変なの？ただでかくなってただけだけどね。あれ、なんか今度はちっちゃい？いや、普通か？普通サイズ？あ、普通サイズかな？普通サイズだね。いや、ちょっとちっちゃいか？ちょっとちっちゃい気がする。おじさん！おじさん！一緒に帰ろうぜ。おじさん一緒に帰ろう。ちょっとおじさんと一緒にいよう。ちょっと怖いわ、一人は。一人怖い。おじさんと一緒にいたら、多分大丈夫。怖くない。いや、マジ人いるって安心するね、なんか。わ、おじさん、これおじさんの力？え？止まった。あ、てか、看板あっちになってる。ああ。こういうことね。こうやって進んでいくのね。オッケーオッケー。でもおじさんいたらなんか、大丈夫だわ、俺。なんかクリアできる気がする。え？ゼロになってるんですけど。いいの？これは合ってる？これゼロになってるけど合ってんのこれ。絶対合ってなくない？今、さっきさ、おじさんと出会った時点で引き返すべきだったってこと？そういうことですか？またおじさんと会うけど、もう日常になっちゃって、おじさんと会うのが。ゼロだな、ゼロだな。とりあえず走るしかねえんだよな。これ1でしょ、1になった。次多分2が来るはずなんだよ本当は。この時点で引き返せってこと？これで引き返せってこと？え、ゼロになったんだけど、今のは合ってたってこと？おじさんが毎回出てくるのは別に異変ではないってことこれ。じゃあ異変ってなんだよ。おじさん出た。でもおじさんは別に異変要素ない、異変要素ではないから無視して。いや、異変なのか？え？異変がな、何が異変なのか全然わかんない。もうこの状態が常に異常すぎてさ、逆に異変何？え？え？なんかいるよ。え、なんか壁にいるよ。おじさんじゃなくて、なんか壁に人が、なんか張り付いてる人がいる。
かくれんぼうまっ。おお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 ええ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 おじさん、お前襲うのかよ。あ、なんかダイナミックなキスされたんだけど今。あ、なんかもう見えてたから別に怖くなかったけど、異常すぎない？あれが異常なのか。そういうことね。あれが異常なのね。うん、あれはあからさまに異常だったわ。かくれんぼうまかったもん。なるほどね。かくれんぼうまい人来たらとりあえず異常だってことね。オッケー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 、理解してきた。あ、なんかさ、こんな道のとこにこれあったっけ？こんなんあったっけ？なんか変な模様。あれ、こんなんあったっけ？これ異変？異常ですか、これ。ゼロだ。今の異常だったんかな？え、てかやっぱ模様ないよね。模様ないよ。さっきの異常だったんか。なんかミッキーやってるみたいな感じだよね。なんか違うところ探すのか。異常なかったら、こうやって1に進むのね。オッケー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 。なるほど。で、とりあえずここは異常なさそうだよね。禁煙。この看板とかもちゃんと全部見ないといけないのかな。この扉もね、分電室。ね、監視カメラあって、このムーブフェス、3000円、10月10日。あ、なんか楽しそうだね。うん、ここら辺の扉もね、あるよね、ちゃんと。3つあるもんね、扉。多分これは異常ないでしょ。あ、2になった！ 2 になった！ 2 だ！あ、進んでる！これが8番まで行ったら、勝ちってことか。オッケー、来た！ 2 ね、とりあえず2。で、え、なんかもうか、え、階段？え、これ異常？え、これ絶対異常だよね。え、でもちょっと、登ってみたいかも。ちょ、行ってみるか。あ、もう外だ！え？え、これダメ？あ、ダメでした。なんもなかったわ。驚かす要素もなかった。ただ単に暗くなって終わったわ。オッケー、1になった。さあ、異常はあるかな？特になさそう。異常ないね、多分。かくれんぼもいないし。これは異常ないですね。え？あったの？異常が。は？防犯カメラのこの、チラシが。ここのムーブフェスの横にない。そういうことか。え、めっちゃ、めっちゃ動くやん、お前。お前動いとったんか。これは異常だわ。この気づかんやろ、普通に。ちょっとかくれんぼくんいないかな。久しぶりに見たいな、かくれんぼくん。さあ来い、かくれんぼくん。いないね。ないとき本当にいないな。あ、ん？いや、待って、ゼロだ。え？ゼロ？なんだったんだ？何が違うんだ？清掃員詰所？え？清掃員詰所って何？そういえば。分電板室。え、異変って何？どれ？ん？お前動いてる？目が動いてる！あ、目が動いてた今！あ、ほら！いや、こんなん気づくかい！こんなん気づくわけないやん。全然目合わないし。コミュニケーション苦手な人のそれやん。あんまり目合わせれないの。僕もちょっと目合わせれない人なんだけどね。わかるわ、気持ち。あいつ動いてんな。あ、これは異常ですね。この真ん中に謎の模様がある。この道の黄色いやつの模様がある。これは異常だ。ちょっと一旦戻ってみよう。あー、進んでる。なるへそ。なるへそですね。さあ、お前ちゃんと動いてるか動いてないかしっかり見ないといけないからね。動いてない、動いてない、動いてない。オッケー。ね、マジさ、この清掃員詰め所って何？清掃員詰めるん？指詰めろ的なそういう感じ？援交？これ、援交する場所？まさかだよね。さっきのかくれんぼお兄さんいないかな？かくれんぼお兄さん見たいんだけどな。あのかくれんぼお兄さん結構レアだったりする？ちょっと動いてないか。おじさんは普通だもんね。オケ、ちゃんと動いてない。これは大丈夫。これ、2ですか？次。あ、3だ。え、3って地味に初めてじゃない？俺。3まで来たよ、俺。上がってるね、腕が。腕前上がっちゃってんじゃないの、俺。
あ、待って、扉ない。これは異常だ。逃げよう。おー、4、4です。来ました、半分。これ特に異常ないね。禁煙、分電室。こういうさ、扉の文字もさ、ちゃんと見とかないとさ、そこで異変とかあったりすんのかな。ちゃんと文字とか読まないとダメかな、こういうの。異変ないね。オッケー、行こう。はぁ、何が。おいおいおい、おかしいだろ、何が異変なんだよ。ゼロになってんだけど、何が、なんで、何が、何がダメなんすか。お前動いてんのか、もしかして。いや、動いてないぞ。え、どれ。いや、普通だよ。この目か、こっちの目が動くとか。なんか右目だけ茶色いな。これ白黒、もともと全部白黒。なんか違いがわからん。これ違いがわからんぞ、本当に。こんなどうやって見分けつければいいんだよ。これかな。ちょっと一回次の看板見てみるか。これか、これかもしれない。この色の違いで異常ですよみたいな。そこのもの、いや、ちゃん、いや、目これだよな。こいつは、お前異常じゃない、お前異常だよね。え、これなんか、え、何かけられた。え、どうなってんの。もう、え、顔すごいことになってますよ、おじさん。これ普通にバグ。え、バグじゃないよね、これ多分ね。これ戻ったら1とか。あ、おじさん、いじめられたんか。なんか鳥の糞みたいの顔にぶっかけられてるけど、かわいそうだな。え、大丈夫だ。オッケー。大丈夫。オッケー。いや、もうここまで来たらね、もう大体異常を全部堪能したでしょ、俺。これもういけるよ。おじさん普通。目動いてる？ちゃんとコミュニケーション取れる。動かない。オッケー。扉、ある。ちゃんとある。オッケー。はぁ、待って、何がマジでわかんねえ。ゼロ？はぁ、何が違うの？ちょっと待って。おじさんなのか？ちょっとおじさんか、問題は。おじさんちょっとハゲてないみたいな。ちょっと毛量あるみたいな、そういう違い？いや、ないよな、何も変がないよ。は？何が？マジで。え？こういう看板ちゃんと見ないとダメ？エイト歯科医院、アルバイトパート大募集、オープン、ニューオープンね。はい、司法書士にお任せのやつね。で、メイクアップアート、ムービーズ、防犯カメラ作動中。動いてないもんね。清掃員詰め所でしょ？え、異常なくない？何が？マジで。わかんねえ。まだ俺謎解けてないわ、これ。動かない。これは1でしょ？さすがに。は？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 ゼロなんだけど、マジ何？何が違うん？え、何も違いません。え、何？どれ？え、どれ？は？違いないだろ。あ、え？あ、黄色のこのブロックが、顔になってる。え？顔になってるんだけど。なんか、ちょっとマツコデラックス、え、マツコデラックスがなんか、顔埋めたみたいな、そういう感じじゃない？なんか、顔が。結構横に広くない？誰だよ、こんなことしたの。地味ないたずら。普通に、やってる方も辛くない？これ。全部にやってんじゃん。暇なんだろうな。今回はね、展示ブロックも、ちゃんと顔じゃない。オッケー。は？え、ゼロだって。何がマジで。爪章、従業員専用、引き返せって書いてる。うわー、ここに書いてた。こんなん気づかんて。だって、俺こっちから来たんだよ。普通見ないでしょ。こんなん見ないよ。おいおい、書くならこっちにしてくれよ。出口8番の方に。マジか。
もっけけけけけ、そういうのもあんのね。さあ、毎度の確認しましょうか。3つの扉、オッケー。引き返せなくてよし。おじさんもちゃんと鳥の糞かけられてない。こいつの目も動いてないよね。動いてない、オッケー。こいつも動かない、オッケー。これは、いった。は？何がマジで。ゼロなんだけど、また。引き返さなくていいよね。なんか垂れてる。なんか垂れてるわ。おいおいおい、見るとこ多すぎないか。こんなん無理やん。おいおいおい、全部にあんじゃないの、こういう仕掛け。この看板とか一個一個にも全部仕掛けあんじゃないの、こういうの。やば。垂れてる。あー、こうやって徐々に垂れてんだ。だ、それは気づかんわ。それは気づかん。オッケー、これで進んでる。さあ、これで次はここですね。ん？なんか足変じゃない？おじさん。いや、気のせいか。上の電気が変！なんか、すごい、逆にすごい。どうやってあれ作ったんだろう。逆にすごくない？あれ。なんであんな斜めにできたん？技術すごいな。よしよしよし、久しぶりに来ました。4来たよ。さあ、どうだ。とりあえず大丈夫だね。とりあえず大丈夫だね。展示ブロックオッケー。引き返さなくてオッケー。いいよ。いい感じよ。おじさん普通だね。ちゃんとコミュニケーション取れる。動かない。これは大丈夫です。来ました。これは大丈夫です。さあ、ついに5が見れるか？は？は？いや、待って、何？は？何？は？は？何が？何がマジで。ん？いや、違うか。なんかちょっとここ違和感ある気がするんだけど、気のせいか。え、なんだろう。なんだ？なんだろう？マジでわかんねえ。強く押す、電話、火災報知器。え、大丈夫だもんね。見てこれ、ドアノブが！ドアノブがもう、この場所にある、これ。この股間部分にあるもん、ドアノブが。そういうこと？いや、これはわからん。これはわからんよ、ちょっと。なるほどね。大丈夫だよね。こういうの展示ブロックオッケー。ドアノブオッケー。おじさん大丈夫。引き返さなくてよし。さあ、ちゃんとメガネじゃない。目もちゃんと動いてない。コミュニケーション取れる。動かない。オッケー。何ですか次は。次は何ですか？何が違うのこれ。何が違うの？え、これゼロだけど。何ですかどこが異常なんだよ、これ。え、本当にわかんないぞ、これ。おじさんかな？おじさんだったのかな？ちょっと待って、おじさん見よう。おじさんか？おじさん笑ってる！いや、別にこれ異常じゃないだろ。おじさん笑ってたら異常って、お前。失礼だろ、おじさん笑ってもいいよな。いや、笑ってるけど、確かに。ちょっと表情違うけど。いや、これ異常っていうのはね、おじさんに対してかわいそうだよ。おじさんだって笑いたい時あるよ。ねえ。ひどいね。異常ですって、あのおじさんの笑顔が。かわいそうに。さあ、禁煙です。出口です。展示ブロック OK。動いてる。やばい。誰ですか？誰ですか？誰なんだろう、あれ。とりあえず、引こう。怖っ。めっちゃ音うるさいやん。なんか、逆になってる。これは異常だね。これ異常だ。今回初めて一発で分かったな。異変が。オッケー。これは分かりますよ。さすがにね。展示ブロックオッケー。扉引き返さなくてよし。おじさんも笑ってないもんね。普通だね。普通っす。開いた！開いたよ！ちょ、入ってみる？ダメでしたわ。ま、でしょうね。
さあ、次です。おっと！久しぶりに見た、かくれんぼくん。ちょっとかくれんぼくんにさ、追いかけられてからさ、逃げたらどうなんだろうね。さあ、来いよ。お、来た！行け！おしおしおし。は、あ、意外と遅いやつ。ああ、来る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 。あ、あ、進める進める！いなくなっちゃった。あ、いなくなっちゃった。あ、てか戻っちゃった。あ、戻っちゃったからダメだ。ああ。さあ、もうだいぶね、足早い。足早い、足早い。おじさん足早いよ。これは異常だ。もしかしたらただ単に急いでるだけかもしれないけど、おじさん異常です。これは逃げましょう。2番だね。いや、あれもさ、別に。あ、ちょっと異常かもしんないけど、ちょっと異常かもしんないけどさ、だってあれは急いでるかもしれんやん、ただ単に。ねえ、あれはただ単に急いでるかもしれんやん。あれを異常っていうのはね、おじさんに対して当たり強くないマジでこのゲーム。かわいそうじゃん、笑顔してもダメだし、早足になってもダメだし。おじさんに何を求めてんだ、このゲームは。さあ、素晴らしい。4ですね、ついに半分来ました。今回3回目ですかね、半分行ったのは。さあ、ここで。は、とりあえず出口8番もちゃんと OK。展示ブロック OK。ドアノブもちゃんとしてない！ドアノブちゃんとしてない！これ陰部にありますね。さあ帰りましょう。さあ5番です。何気最高記録じゃないかこれは。何気最高記録かもしれないこれは。さあ展示ブロック OK。看板も OK。ドアノブ OK。ちゃんとしてるね。OK。で、引き返さなくてよしだよね。OK。おじさんの笑顔もない。無表情。ちゃんとのっそり歩いてる。防犯カメラもちゃんと作動してる。動かない。コミュニケーション取れる。動かない。OK。これは6番。来た 6! さあ、もうちょっとですよ。もうちょっとですよ、これ。さあ、来ました。おじさん、のっそり歩いてます。表情はちょっと見えませんが、多分大丈夫でしょう。ドアノブちゃんと OK。大丈夫。展示ブロック OK。引き返さなくてよし。あ、動いてる。あ、動いてる、動いてる、動いてる。これは異常です。ついに来た7番もう、最終局面ですよ、ここまで来たら。さあ、出てくるか、おじさん出てきましたね。普通ですよ、おじさん今のところ、展示ブロック OK、ドアノブもよし、引き返さなくてよし。ちょっと待って、これは明らか異常です。明かしよ、明かしよ、明かしよ、明かしよ。え、どこまで来んの、え、どこまで来んの、ちょっと待って。あ、さすがに引いてた。え、これ8番だよ、ついに来たよ、8番。禁煙、出口8番、展示ブロック OK。おじさんの表情は？引き返さもなし。おじさん普通だね。普通だ。これ普通だ。動いてない！普通だ！ついに出れるんじゃないのこれ！出れますよ！はっ！来た！来た！ 8 番だ！来た！帰れる！やっと帰れるよ！おー！来たー！ただいまー！声、開発、小竹クリエイト。おー。普通に面白かった。はい、ということで、今回やっていった出口8番でしたね。8番出口か。なかなか面白かったですね。ということで、終わってきます。では、また！